玉露の日本三大産地の藤枝市岡部町に玉露を楽しむテラスが完成し、お披露目が行われました。テラスをオープンしたのは、長年玉露を生産している遠藤昇さんです。遠藤さんは外国人や県外の若い女性のお客さんが増えており、ゆっくり玉露を味わってほしいとテラスをオープンしました。茶園のど真ん中で、このようなテラスで、この雰囲気で飲む玉露っていうのはまた格別で、何よりも癒しを感じますね。これぜひみんなに味わっていただいて、広く発信したいなというふうに思います。このテラスは1人から10人ほどが90分利用でき、完全予約制で1日1組限定だということです。